変えてます。今日私普段はビデオカメラなんですけど、あのスマホで慣れないけどビデオカメラも持ってないとかいう人はデジカメっても4,000〜5,000円で買えて撮りやすいですよ。素人でもあのなんか設定をいろいろしなきゃいけないとかないし、であのコードも一緒についてきます。パソコンにつなぐ用のコードが出て、あのそれと手順通りにやれば簡単にアップロードまでが、あのスマホいじったことない人とかはデジカメの方がやりやすいと思います。あのこれアップしますので、デジカメの映像ってこんなもんか、音これぐらい拾ってるのかっていうのの参考にしてみてください。これオリンパスの結構前に買ったやつで安いもんですけど、スマホだと結構触りたくなかったとこ触っちゃったとか、どこに何があるんだか分かんないとかね、いろいろ機能が多いものに慣れてない方はデジカメでやってみましょう。コード法を今日は皆さんに伝授するという形でやりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、コード法のコツは、とにかくあの柔らかくってことなんですね。手首を柔らかくこうやってやるんじゃなくて、こう柔らかくして軽い力で、あの強く叩いてしまうと痛いし、あの何ですかね、リズミカルにできないし、あの受けてる側もやってる側もきついですので、もう軽く早くで何の効果があるのかっていうこともよく聞かれたりするんですけれども、血行を良くします。それからあのすごく硬い人にはすごく気持ちよく感じるんですねっていうことが多いです。コード法揉むのは痛いとか、なんか足りないっていう人も音もするし、すごく軽い感じで活発にする働きがあって、あの撫でるのはこう鎮静化、あの叩くのはこう活性化っていう感じで、仕上げにポンポンポンってやってあげるとちょっと目も覚めたりとか、あの気持ちよくあさっぱりっていうような感じで終われるので、コード法で締めてあげるとすごくこう受けがいいです。コード法大好きな人多いです。音の気持ちよさもありますし、揉み返しするのをちょっと防いだりとかにもなります。やりますね。であの近くにいる人と やりやいっこっていうか、やりながら見ながらやってみてください。近くの人に動画撮っても大丈夫ですよね。始めますね。まずこれあのまず剣打します。拳を握った状態で叩くってやつですけれども、ポイントはここを当てるようにしてください。この小指のとこですね、ここ当てますよ。こことかじゃなくて、あんまり こっちとかでもなくて、ここなんですね、側面のここで。おお、見事。で、当てます。で、あの、ぐっと握らないでください。これ握りつぶしちゃったらダメです。ここに1本ぐらい隙間が出るぐらいに、空気の抜け道を作って、ここを当てて、こんな感じ。柔らかく、こう、ゴンゴンゴンしないでくださいね。結構柔らかく。気持ちいいですか？これが剣打という方法です。で、剣打の他にもですね、いろんな、これ例えば合掌打っていうんですけれども、手を軽く合わせて、あんまりビターッともしないで、こんなに膨らましたりもしないで、ふわっと合わせて、これもあのゴンゴンってやるんじゃなくて、このもう軽く跳ねるんですね。もう自然に軽い力でやると跳ね返ってくるので、そのまま跳ね返ったらまた叩く、自然にこう下ろす跳ねるという感じで続けます。で、叩くとき気をつけてほしいのは、背骨とか肩甲骨とか当てないようにしてくださいね。この僧帽筋のラインのところ、やあの少し柔らかいところを叩きますね。で、この肩背のところとか、ポリポイント気持ちいいので、ここを狙うようにして叩くのもいいですね。はい、それから手背打って言うんですけれども、この背中、あ、手の背部分ですね、でこれをこうこういうふうにこう握りやすいようにちょっとこう合わせまして、これも軽くです。グーッとしないで軽くで、トン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 な感じでですね、いただきます。はい、これそれから切断って切る打法っていう書くんですけれども、切るように
切だと言います。これもこうあのピタッと合わせないようにしてこうダラ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 っとこうリズミカルに。あ、いい感じ。リズムよく交互にやって。だいぶこれも今暖かくなってますよね。このもう十分これぐらいで暖かくなりますので、あんまりやりすぎるとちょっと気持ち悪くなっちゃったりする。それちょっと揺れるのでね、あんまりしつこくやらないっていうのもまあこの方はちょっと軽めに短めにやって、でお疲れ様でしたっていう風にやると気分よく終われる感じですね。やっぱりちょっとほぐれる効果があったり、こうちょっとグッと入ってる力を抜いたりとかするような時に軽めにパッパッと叩くと良かったりします。まあ、あとトーク線っていうのも使ってるので、まあ、ちょっと先に軽く叩いてちょっとトーク線で叩きますねってやったりとかいう風にちょっと誘導する時に軽くやったりすることもあります。トーク線っていう傷つ療法って言って叩くやり方があるんですけど、それを使ったりすることがあるのでですね。なんかね、あとこう髪の毛っていうか頭とかにやるシタンダっていうこの指の端っこでこうパパパパ、これもコーダ法の一種です。こういう感じで美容師さんと髪の毛をやっちゃいましたけど、こういうやり方もあります。あと部位によって当て方とか速度とかちょっと変えるとよりこうバリエーションが出ていいですね。やりやすい。あとちょっと一般的なコーダ法じゃないんですけども、こういうやり方もあります。これこのブラ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 ってやる感じでここで当てるんですね。タッチセラピーのやり方であるやつなんですけど、象の鼻をこうブラブラするみたいなイメージで、結構この下の方を叩くときってこういうふうにかがまないとっていうふうに思われるんですけど、まあ別にかがまなくてもできますよっていう感じで、これも楽で結構気持ちいいですよね。そう言わざるを得ないっていうちょっと誘導しましたけれども、やり方ってこうしないとって思ってる方いるんですけど、別に決まりはないので手技って。こう肘の当て方とかでもですね、必ず手でやらなくちゃとか、必ずこうそこにこう自分の体を合わせなきゃっていうことではなくて、臨機応変にやれますので、その辺は本当に体型と体格、自分の体の柔軟性のあるなし、いろんなことが関わって やりやすい姿勢とかやりやすい手技って皆さんあるので、ぜひなんかいろいろ試して自分に合う手技、練習するときは、ありがとうございました。はい、こうもものとことかにやって、こう自分にこういうふうになんか自分だけでやるときはなんかこうとか、太もものところで練習するとしやすいです、はい。人がいればね、もちろん人にやってあげるのもいいですし、じゃあちょっと皆さんに回りましょうか。あ、ここでもいいですよ。こんな感じですね。はい、じゃあ隣に移ります。本当にこれ痛いじゃないのって思われる方いますけど、痛くないです。痛かったら次やり方が悪いと思っていただいて、骨を当てたりとか、なんか強い力で手首硬くしてやっちゃうと痛いんですけど、手首柔らかくしてると痛くないので、なるべく手首普段からこうちょっと力抜いてブラブラするっていうのを習慣にしていただくといいかもしれませんね。これがないんですよ。この下のこれとこれとずっと乗ってちゃダメなんです。
前後は計算してあげてください。ちょっとでもその最初と最後の計算があると丁寧に扱ってる感じが出ますし、お客様もこう落ち着いて気持ちよく受けられますので、前後の計算忘れずにいきなりはーい始めちゃうとびっくりされちゃうので。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんでやってるかっていうと、こうその方の背中の深さとか形状、カーブ、そういうものをこう見てもいるので、それもあってこう前後にちょっと検索を入れた方が、効果が分かったりだとか、そういう意味合いもあります。自分の方で力加減調節したりっていうのもあるので、何もしないでいきなりドーンって始めちゃうとお客様もびっくりするし、その人によってはちょっとやっぱり背骨の不安があったりとかして、思わぬところが痛かったりとかって人もいらっしゃるので、ちょっと一応その前確認としてちょっと背中を触ってから慣れてから叩くというふうにします。あー、めっちゃ気持ちいいですね。やばい、よかった。超感動がいいです。いい、反応いいお客さん、いいですね。ありがとうございます。音をね、結構なかなか出ないっていう、これもでも練習してずっと、私も最初は出なかったんで、結構柔らかい方がいいですね。これね、やってるとみんなやり始めるんですよね。めっちゃいい音。これ自然体でやってると 何人やっても疲れません。そんなすぐには、これこうグッてやっちゃってるともう結構すぐ疲れてくるんですけど、はい、なるべくね、こう軽い力で楽に怒ってるな、今日は。じゃあ、最後にしても、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。千葉から来た水谷です。よろしくお願いします。あー、気持ちいいな。これ、凝ってる人にも、そんなに凝ってない人にも、だいたい気持ちよく受けていただけるんですよ。だから、片方ができる上手だと、結構重宝されるっていうか、そうですね。いいと思うんですね。最後ね。はい、こう、揉みって嫌いな人も、いるんですよ。あー、くすぐったいって感じちゃう人とか、痛いってなっちゃう人とか、でもこう叩くっていうのは割合誰でもこうあんまり拒絶感なく気持ちよかった。これ本当に楽ちんです。こうブラ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 ってこの本当になんか振り子っていうかブラーンブラーンって感じで、当たり前の耳さんが全くできないんですよ。どこがダメなのかちょっと教えてあげてください。耳さんちょっとやってみてください。どこがいけないかちょっと見させていただきます。なんか最初からもう違う、最初からなんかもう違う。そうですね、なんかね、ブラブラブラ、あ、ブラブラブラって口に出してみたんですか。ブラ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 ブ